どうも、わしです。今回もですね、いよいよ迫ってきましたね。ルヴァンカップ決勝、どこですか？名古屋グランパスとアルビレックス新潟、これが決勝を戦うという感じで、スコアじゃないわ、対戦カード決まりましたね。なんで、例のごとく、まあ、配信もね、決勝するんですけども、勝敗予想という形で、もう分かってるんだよ、俺は。言わなくても。逆に伝えてあげようかな、みたいな。仏のようなね、優しい心で伝えてあげようかなっていう感じはするんですけども。どのぐらい俺が優しいかってね、説明しますね。例えば、アリ地獄があったとしますよね。アリの巣ですよね。でも、あのアリ地獄って要は穴ですよね。あれがあると、例えば小さな男の子だったりが興味を示してアリに噛まれるかもしれないし、お年寄りだったらアリの巣に足をけつまずいてこけるかもしれない。だから俺は何をするかって言ったらアリの巣を埋めます。そのぐらい俺優しいんですよ。そんな優しい俺がルヴァンカップ決勝を予想していきたいなというふうに思います。決勝ですね、11月の2日13時5分、えらい早い時間からやるんですね。ルヴァンって大体いつもこんな時間だっけ？何が目的なんだろうね、こんな早い時間に。せめてあと2時間くらいずらせると思うよね。13時5分って。まだ寝てるよね、普通の人。土曜日で。はい。まあそういうところもなんか J リーグ空気読めてないよね。はい。まあそんな感じなんですけども。ちょっとさすがにちょっと出場停止者とかね。まあそんなわかんないですけど、多分いないと思うんですけども。まあ怪我人とかもちょっとわかんないんで。まあまだ言うてあと2週間くらいあるんでね。2週間、3週間くらいかな。あ、1ヶ月後ぐらいか。なんで、なんとも言えないんですけども。この今のチーム状態からすると、お互いにいいんですよね、まず。名古屋グランパスも、長谷川監督3年目かな。まあ、選手がだいぶ抜かれましたけど、まあ、それなりの選手が揃ってる、補強もしてますしね。で、キーパーのランゲラックが、今シーズンをもって、母国に帰るんですね、オーストラリアに。だから、最後ね、タイトルを取らせてやりたいっていうね、気持ちがみんなにあると思うんで、かなりチームはまとまってるかなと。で、片や一方、アルビレックス新潟も、もちろん当然ですけども、今までタイトル取ったことないですよね、J リーグで。初タイトルがかかってるんですよね。っていうところのぶつかりなんですよ。で、アルビレックス新潟も多分この監督は3年目か2年目ぐらいかな、もう完成はしてないけど、成熟しきっている、しきってるというところなんで、これかなりいい勝負が見られるかなと思うんですよ。で、どっちにしても、守備の名古屋、攻撃のアルビレックスっていう感じで、まあ、アルビレックスが主導権を握っていくのかなっていうことは想定されるんですけども、今の感じでいくと、どうかな、アルビレックス新潟が初のタイトル取るんじゃね。というのはね、やっぱ名古屋グランパスも、いい選手、いい監督いますけど、言って、やっぱ選手抜かれすぎなんですよね。で、いい選手いますけども、やっぱ今年来た選手とか、まだ、連携って意味では、完璧ではないのかな、という感じもするし。そうね。だから、今シーズン移籍してきた選手とか、今シーズン途中で移籍してきた選手とか、そういう新加入の選手が多いんで、チームのまとまりとか一体感は、あると思うんですけど、成熟度って意味ではちょっと低いのかなと。新潟に比べるとね。っていう感じがするんで、結論から言うと、アルビレックス新潟が初タイトルを取るということを伝えたいですね。だから新潟県民、お前ら感謝しろよ、マジで。以前も多分予想したのかな、こう近い、ルヴァンカップの優勝チームみたいな感じで。まあ、初タイトルということでね、いよいよ時が来たのかなと。ただまあ、どうでしょう。新潟の場合は、タイトルを取るけど、じゃあ来年どうなのって聞いた時に、多分来年も残留争いと思うんですね。一つ間違ったら終わっちゃうかな、みたいな。結局抜けていくチームなんで、来るチームじゃないんだね、新潟は。っていうところもあると思うんですけども。まあ今シーズンはね、もしかしたら最初で最後の、チームタイトルという可能性もあるんでね。とはいえ、やはりチームの成熟度という意味でね、アルビレックス新潟が、ほんの紙一重、上なんじゃないかなというところで、名古屋もね、いい選手いるんですけどね、新しい選手ばっかなんだよね、そう考えると。っていう感じで、はい。新潟県民、
おめでとうございますと。だからこそ何度も言ってるよね、新潟県民、俺のチャンネル全員登録しろ。新潟県民って人口何人の？まさか10人20人じゃないよね。